ハードレイン。ね、この曲をもうね、弾きたいっていうか、もうたくさん弾いてる人、僕はあの演奏を聞いたことがあるんです。それぐらいなんかこう、ハードレインっていうのは、ね、お師匠の曲の中では人気の曲で、ね。で、今日はね、私もハードレイン弾いてみたい。俺もハードレイン弾いてみたい。ね、そんな、持ってるあなたに今日はいろいろポイントを伝授したいと思います。まずはチューニングからいきましょうか。これは今普通のチューニングになっております。まず5弦ね、ここです。5弦を下げます。下げますよ。逆回しで、それ逆やで、下げてくださいよ。上げちゃダメですよ。どこまで下げるか、この波のうねりわかります？ま、これ合ってないんです。合ってくるとその波がなくなります。だいたいこれが合ってで、まあ自信のない人は楽譜にチューニングが乗ってるんでメーターで合わせてください。で合わせます。で次はその合わせた5弦と6弦を、今度は6弦も下げます。思いっきり下げます。で次は2弦を3弦と同じこの音に合わせていきます。アウトコー積み切ったような音に合ってないとちょっとこうウニウニウニって言ってこうなってますね。で1弦一番細い弦は1弦は4弦この音とこれも下げます。で合いましたけど、6弦からいくと、英語音名で言っていくとですね、 G G D G G D というググドググドチューニングと呼んでます。ググドググドチューニング出てへんかな。 G G D G G D このチューニングがハードレインのチューニングです。でこの曲のポイントですね。まず最初は、ハーモニクス最初に入ります。で今なんかこうやったんですけど、右手がポイントなんですが、このスペイン のフラメンコの奏法でラスギャードっていう奏法があるんですけど、それは要するに小指から順番にジュララーンってやつ、これを入れてます。ハーモニクス、でハーモニクスは絶対このバーの 真ん中をやってずっと押さえてないですぐ離してください。鳴らしたら離すっていう感じですね。ずっと押さえてみて音が消えていくんで、鳴らしたら離すっていう感じ。特にこの4フレットのバーのところは出しにくいです。でその時はどうするかというと、割とこっち側のエンドピン側の方をピッキングします。こっちでやると出にくかったり、こっち側で弾くんじゃなくて割と固めの方で弾くと音がこうピキーンと音が出るんです。そういう風に使い分けてます。でその時に、これが入ってますね。楽には、PALM パームって書いてますね。これはちょうどここのとこです。ここでギターのボディを叩きます。で、左手だけで出す奏法。これは左手だけで。で、左手で出しながら。
ちょっと組み合わせますね。最後にあったズラーンってやつは左手だけ、左手のストロークなんですよ。レフトハンドストロークってやつなんですが、これでボロ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 していく感じですね。でこれは奏法がたくさんあの出てくるんで難しいとは思うんですけど、要するに、デコピン、東京でいうデコピン、大阪でいうとパチキなんですが、これをこの状態にしといて、低音源にぶつける感じですね。でこれはこう弾くっていうよりは当てるって感じなんです。で当てたと同時にここのパームが当たってます。だからここまでは分かったでしょうか。これが結構難しいと思うんですけど、これがこう交互に、ここがポイントですね。でこの曲は基本的にはストロークがメインになってます。でストロークって言ったら三角形の形してるピックを使ってやればいいんですけど、まあこういうのも出てくるからなかなかピック持って弾けないんで、僕はちょっとスカルプチャーをつけてピックのように弾いてます。で基本的にはダウンストロークとアップストロークってあるんですけども、僕の場合はダウンがこの、3本人差し指中指薬指でジャーンってやって、アップは親指だっていうのかな、親指のでもアップはアップ全部これでダダダ、でその時もストロークしてるって感じはそのさっきの言ったデコピンで、その時に、小指がここに当たってる感じ、小指がこう当たってる。でそのいわゆるデコピンやってる時はこうやって弾き切らないんで、もうちょっとこうこの手がこの状態でダーダー、でこれを早くしてみる、もう一つここで気をつけないといけないのがアクセントで、ドラムで言ったらツッツッタツッツッツッタとスネアの音ですね。ツッツッターンとツッツッターンツッツッターンとそのターンのところを意識して入れていく。タラツッタタラツッタンタラツッタンタツッタツッタンタラツッタンっていうそのターンのところアクセント、弾き方は同じなんですよ。これなんですか、タラタこう今こう僕が顔が動いてるところがアクセント、タラッタンタラッタンタタッタタラッタン、で楽譜にはパームが入ってるんですね。それはそのアクセントのところにパームを入れるという。パームするときに。当てると、もう今もう頭の中パニックになってるじゃん。まあゆっくりゆっくり一つずつ、最初は基本的にはこれをベースに考えて、でたまに僕ライブではこの親指でボディヒットする時もあるので、 どうやるかというと、この時もここは左手だけで。